今ご紹介をいただきました、崎山律子です。長年というところはとても響いておりました。この那覇の町に生まれて、70年になります。ずっとこの那覇の町で生活してまいりました。那覇の町が大好きです。いろんな意味を込めてです。で、那覇の観光を考えるといっても、今観光の現場は本当に大変です。生きていくだけで精一杯だとおっしゃっていました。で、私がよく存じ上げている先輩で、那覇市の国際通りで守礼堂という土産品店を開設して、幅広く活動していらっしゃる浦崎さん、私はこの方に琉球放送時代おまわりさんとして交通情報を流していらっしゃった方です。この方にいろいろとご指導いただきましたけども、今その店舗でまず従業員の生活をどうするか、それから自粛にあった時は、営業をずっとやめておりました。国際通りを今歩いても本当に休店、あるいはもう営業をおやめになったところもたくさんあります。本当に観光の現場はこれから先どんな形でこの危機を乗り越えていくのかということで本当に精一杯だと思いますし、その方々に向けて偉そうなことは一つも言えません。ただ観光を考えるときに、国際通りで私が思い出したのは、20代の頃琉球放送のアナウンサーをしておりましたけども、その時に国際通りで薬局をやっておりました画家の久保豊先生、この方は女流画家としても、名戸山愛淳先生の愛弟子の一人として、沖縄の具象画の世界で一つの世界を築かれた方です。その方が1970年代ですけれども、ちょうど那覇の観光、沖縄の観光が注目を集め出した頃だったと思うんですけども、先生は薬剤師でもありました、画家でもありますけれども、その先生が私にこうおっしゃってたんですね。これからは観光の時代よ、自分は薬局をやってるけれども、この薬局でもたくさんの観光客が来て大きく変わろうとしている。これからの沖縄の経済はこの観光が中心になっていくと思う。だから薬剤師という薬局を開いている一人としても、外から来た観光客に対して十分なもてなしの心は持っていたいってお話ししていたことを思い出しました。今薬局も大きく姿を変えて、大きくチェーン店に変わり、国際通りの営業も随分変わってきておりますけれども、戦後奇跡の1マイルと言われたこの国際通り、これからこのコロナの時代を迎えて、私たちはこの観光の現場に直接いなくても沖縄の観光をどう考えていくかということを共に真摯に学び合ったり語り合ったりしたいと思います。医療従事者の現場に向けて拍手をして声援を送るというのがありましたけれども、観光の前線にいる方々に大変な時期だからこそ心を強く持ってこの危機を乗り越えてほしいという思いを持っています。で、私は那覇の観光について、観光という専門というよりも那覇の町を生きてきた一人の証言者としても那覇の町の魅力について語りたいという中で、私が非常に感じているのはやっぱり那覇の観光の大きな魅力についてです。私は那覇の観光の魅力はその文化にあると思います。那覇の文化といっても、一概には言えないところもありますけれども、私はさっき那覇の町に生まれて70年になるとお話をいたしました。で、私の子供の頃戦後5年経っておりました。でも町の中はまだ戦後復興へと大人たちは一生懸命ひたすら生活のために働いていました。で、私の母は那覇市の平和通りでカバン屋という商売をやっておりました。幼い頃から私はこの平和通りに行き来して大人たちが働く姿を目にしてきました。特に那覇の町、那覇女は強いとよく言われますけれども、その那覇の平和通りは今差別用語にもなってますけれども、かつては未亡人市場とも言われたんです。未亡人というのは夫が亡くなった人を妹亡き人という言葉で、いい言葉ではないんですよ。ですけれども戦後沖縄戦で夫を亡くした、あるいは息子娘を亡くした人たちがその商売として、次々に集まってきて平和通りの町は生まれました。那覇の女性たち、多くが女性たちでした。
で、私はその中にあって、小さい頃から働く女性たちの姿を見てきました。沖縄戦は4人に1人が亡くなりました。そして沖縄戦が終わった時、この町は全て灰色の世界だったといいます。この沖縄の地からはもう一本の木も草も生えてくることはないだろうと言われたくらい、全てを失いました。有形のものをことごとく奪われました。でも無形のものは奪われることなく残っていたのです。それが芸能であり、工芸であり、人々が作ってきた文化といえるものだと思います。その平和通りで商売をしている私の母をはじめとする多くの女性たちが日々の生活に追われていましたけれども、彼女たちは愚痴も言わず、沖縄戦の責任を問うこともなく、ひたすら人生をその背中に背負って、たくましく今日という日を生きていました。そんな女性たちの姿を見て、子供の頃育ったことは今でも大変貴重な体験になっています。お話しした母が平和通りで商いをしておりましたので、その女性たちの楽しみは、3月3日の浜売りでした。でも平和通りのおばちゃんたちの浜売りは、本来でしたら海に出て3月3日、要するに君を清めてまた健康を祈るというのが沖縄らしい3月3日ですよね。本土でひな人形を飾ってお人形に思いを託すというのもまた一つあると思いますけれども、流しびなにしてその思いをこう払いを人形に託して払うという行事に近い形で、沖縄の人たちは人形に託さないで自ら身を浸して海に行って、そしていわゆる払う、そのことによって子どもの健康を祈るというふうな形の浜売りがあります。でも那覇の女性たちはこの3月3日ですね、その浜売りというのを、例えば当時那覇劇場というのが神里原にありました。この劇場で、自分たちのひいきの劇団、当時平和通りのおばちゃんたちの人気ナンバーワンは乙姫劇団でした。牧師甲冑さんや、それから荻見小太郎さん、それぞれ の劇団もありましたけれども、那覇の女性たちは3月3日はその乙姫劇団を、丸ごと興行を買い取って、そこを楽しみに見に行くというのがありました。それを小さい頃経験したことは、私がさっき古塚さんが芸能の話をしてくださいましたけれども、私の原点になっているような気がします。あの頃、子どもの頃見た那覇劇場での乙姫劇団をはじめとする沖縄芝居や、あるいは芸能といったものを、その目にした時、今のように考えてみたわけではありません。もっぱらお弁当の方に関心があった子どもですけれども、それでもあの時見た風景っていうのが今私の ある意味で大きな部分を占めていると思います。ですから那覇の文化を語る上で、ぜひ沖縄の芸能文化、子どもたちだからわからないというのではなくて、子どもたちにも、今こういう時代ですからなかなか劇場も利用できないんですけれども、ぜひ現場に子どもたちを連れて行って、今理解できなくてもその目に耳に聞いたことというのが確かな記憶となって、鮮やかにまたその文化につながることを感じていただいて、できるだけ多くの皆さんに劇場に足を運んでほしいと思います。国立劇場沖縄だけじゃなく、那覇市内ではパレットがありますし、それから天仏でも、様々なものを行ったりしています。それからこのマイマイも今舞台がありますので、今日この舞台でお話をしていますけれども、これからは地域の人たちをはじめ、多分この公民館でもマイマイでも民族芸能の紹介や、あるいは琉球舞踊の先生方もこの近くにいらっしゃると伺いました。その講座に組み込みながら、芸能の実体験をぜひ皆さんにやってもらえたらなというふうに思っています。那覇の観光の文化について、さっき市場の話もしたんですが、芥川賞作家の大城達弘先生、達弘先生はですね、沖縄の観光の魅力について、もし県外から観光客が沖縄を訪れたら、私が案内したい場所は2カ所あるっておっしゃったんです。どこだと思いますか？古塚さん、どこだと思います？首里城ですか？はい、首里城。もう一つは国
立劇場ですか。国立劇場、それはもう後のことですねあの、はい、国立劇場ってありましたけれども、実は辰弘先生が、私が観光客を案内したい場所は2カ所ある。その一つが首里城であり、もう一つが那覇の市場だっておっしゃったんです。この那覇の市場のあのスタイルを見れば、沖縄がアジアにつながっていることがマーケットを通してわかるってお話ししていました。今公設市場はあの仮設の市場に移っておりまして、新しい市場ができますけども、その市場ができるときにはやっぱり私たちアジアを意識した、そして那覇らしい市場がまた再現されて、多くの人たちが那覇の市場を活用してほしいなというふうに思います。で、辰弘先生が首里城についてあの書かれた文章があって、私はあのこれをぜひご紹介したいと思います。これはあの琉球舞踊という県が出しているあの本なんですけれども、これ1995年、戦後50周年ということで沖縄県があの出した本なんですね。で、沖縄芸能を大変ダイジェスト版で分かりやすく紹介してほしいということで、私も関わった本なんですね。写ってますね、はい。中を開けますとですね、ちょっとパッと見ご紹介しましょうね。まずこうやって首里城があります。それから古典舞踊の世界ということで紹介されています。去年の10月、私たちにとってはとても衝撃的な首里城が消失するという、でしかも文化財も含めて焼き尽くされてしまいました。でも私はもちろんその衝撃も大きかったんですけれども、その後立ち上がった県民市民の行動力に感動を受けました。翌日にはあのパレットの広場前で若いあの芸能家の方々が民謡を歌いながら募金を呼びかけてました。小さい小学生の男の子が、僕たち子供は何もできないと思ってるかもしれないけれども、僕たちも首里城のためにできることはあるって宣言も聞いたことがあります。たまたまその日あの弟子が乗ったタクシーの運転手は宮古島の方でした。首里城ができた時、1992年復帰20周年を記念してできたこの首里城でしたけれども、当初できた時、今のようにその首里城の愛着というよりも賛否分かれた議論もありました。首里城に対しては否定的な声も一部にはあったのです。特に宮古八山の人たちにとっては過酷な忍冬勢の歴史を象徴するような城だという声もあったことも私も聞きました。でもその首里城が焼けた後の翌々日、乗ったタクシーの運転手さんがたまたま宮古島の方だったんですけれども、その方があのタクシーを流しながら思わずそのパレットの前で募金活動をしているのを見て、私は車を止めて募金しに行きましたって言っていることに、新たに首里城ができてからの新たな歴史についていろんなことを考えさせられた気がします。首里城は今再建に向けて動き始めています。で、いろいろなあの様々な場所でより多くの声を聞きながら、これからよみがえる首里城にどんな魂を込めていくのかということが今あのみんなの大きな注目の一つになっているのではないかと思います。私もあの首里城に関しては、あの首里城の再建をに向けて委員の一人として、より多くの皆さんからできればご意見をいただきながら、今度できる首里城はこんなふうなものをみんなで求めていく、象徴だというけれども何をもって首里城が象徴であったのかということを考える、再建しながら首里城ができるまで私たちはちょっと考えていったらどうかなと思います。そのためにも今先生がおっしゃった城壁は残っています。この首里城のむしろその正殿以上に、辰弘先生がおっしゃった琉球文化の粋といわれる石垣、改めてその思いを馳せて見てみるとき、また新たな発見があるのではないかと思います。で、首里城は再建に向けてあの再建そのものも皆さんに公開しながら進めていくというふうに言っています。
私は個人的には首里城ももちろんですけれども、むしろ玉うどんに行くと自分の気持ちはある意味で安らかになるような気がとてもしておりました。今でもそうですが、玉うどんから首里城を見つめると、その首里城の精神性というのがよく見えてくるような気がかつてはしていたものです。これを機に首里城の周辺にあるスヌヒャンウタキですとか、それからこの玉うどん含めて今残されている文化財を通して改めて沖縄の文化、そしてこの那覇の文化を考えてみるのも一つではないかなというふうに思います。で、今コロナになって、非常にいろいろなものが奪われています。例えば私は芸能のお仕事をする場合が多いのですが、今年3月から3月に最後に国立劇場で琉球舞踊の舞台の紹介をさせていただきましたが、その後ほとんどの舞台が中止になってしまいました。で、今年もあと12月までどんな番組が組めるのか、大変心配なところもあります。それから那覇市の文化協会で言いますと、例えば詩吟の方々、今年は明けもどろが結局参加できないことになりました。詩吟というのはお腹から力を出してですね、腹筋ですごい発声でお話をするわけです。ですからどうしても飛沫の問題があって、詩吟はで、しかも高齢の方も多いということもあって、中央の本部の方から今年1年は舞台活動は中止だということでお話があったそうです。それから私たちの文化協会には社交ダンスの方々もいらっしゃるんですが、社交ダンスはまさにお互いこうやって密室でなければできません。遠隔操作でソーシャルディスタンスをとって社交ダンスはできないわけですよね。まあ、そういう中で、でもどうやってその自分たちの文化を守っていくかということで今懸命に取り組んでいます。で、那覇市の文化協会としてはできるだけ明けもどろに向けて舞台ができる人、あるいはギャラリーを借りて展示会の活動ができる人、まずさまざまな困難を乗り越えながら、このコロナの時代を乗り越えながら、どうにか自分たちの表現の場として自分たちの時間と場所を作ろうということを前提に今準備を進めているところです。で、那覇市文化協会、実は4年前に、那覇市政95周年、実は来年市政100年なんですよ皆さん。那覇市は、那覇市政100年を迎えます。100年に向けていろんなことを本当は今年プレイベントでやる予定だったようですけれども、そのことごとくがその機会を奪われてしまいました。でも那覇市政100年に向けてぜひ市民のいろいろな声をぜひ市政にですね、この前々も含めてですけれども、ぜひ声を届けていただければと思います。で、4年前の市政95年の時に、那覇市文化協会、その一環の事業として実は那覇のふくら社というですね、4月の29日にこういう那覇のふくら社という公演を企画いたしました。これは那覇の戦後をしっかりと芸能でもって確立した先生方が大勢いらっしゃいます。さっき言ったように宮廷舞踊、古典舞踊は首里城で生まれ、その後廃藩置県で那覇の町に流れてきて、そこで商業演劇として芝居小屋で、沖縄の芸能はその名脈を保たれるようになるんですね。組踊りも古典舞踊もこの芝居小屋というその商業演劇のスタイルがなかったら途絶えてしまったかもしれません。形を変えながらそこで伝統芸能も新たに生まれた芸能も、それから琉球歌劇や沖縄芝居といった演劇もこの商業演劇を通して伝統芸能は継続されてきたんです。で、戦後那覇の町にはいろんなところで舞踊研究所、あるいは舞踊道場、あるいは連城といったところが開設されました。で、戦後の大変な復興期を、沖縄の真の復興は言ってみれば文化の復興にある、その原動力となるのが、沖縄の芸能であるという人たちの考えのもとにたくさんの研究所ができたんです。で、多くの名優たちが生まれました。その先生たちの直弟子である先生方、その先生方に
中心になって、あと人間国宝も生まれました。芸能の人間国宝では那覇に住んでいらっしゃる方が圧倒的に多いんです。琉球古典音楽の琉球古典アフソリュー音楽研究長一会の照木名長一先生、それから野村流古典音楽保存会の城間徳太郎先生、それから、アフソリュー原生会の西江紀春先生、この先生方はともに皆さん歌三線です。そして去年新たに中村一雄先生が加わりました。野村流伝統協会のですね、中村一雄先生が加わりました。また太鼓の島袋光海先生の後継者でもある光海流太鼓保存会の比嘉聡先生、この先生、これらの先生方はすべてこの那覇にいらっしゃいます。那覇の文化協会の会員のお一人でもあります。この人間国宝を抱えているのが私たち那覇の大きな生きた文化財でもある先生方がこの那覇の町にいるってことはとても心強い存在です。それから2009年に琉球舞踊は国指定の重要無形文化財に指定されました。これは日本の舞踊というのは大きく分けると歌舞伎踊り、歌舞伎舞と、それから京都を中心にする地唄舞という踊り、そして琉球舞踊、この3つに分けられるんですね。この3つの舞踊の中で国指定重要無形文化財に認定されているのは実は琉球舞踊だけなんです。この琉球舞踊が2009年に国指定文化財に指定されて、その保持者になった先生方、立ち方が13人いらっしゃいます。その中の8人が実は那覇市文化協会にも関わりの深い、那覇市の、舞踊家の先生方でいらっしゃいました。で、その先生方にこの那覇のふくら社があった時に、人間国宝の先生たち、当時は、照木名長一先生、それから城間徳太郎先生、西江紀春先生、この3人の先生方の古典音楽の独唱とともに、国指定の保持者になられた8人の先生方に古典舞踊を代表するカジャリ風を踊っていただいたんです。で、私にとっては文化協会として大変誇らしい舞台でもございましたので、この時間借りてぜひその先生方のカジャリ風をご覧いただければと思っています。カジャリ風でよろしくお願いします。私は忘れることができない思い出が一つあります。今世界の中でもある意味で注目を集めているベラルーシという国があります。このベラルーシは今大変紛争のただ中にあります。このベラルーシから今からもう20年近く前でしょうか、女優をし、なおかつバレエをやってらっしゃる方が琉球舞踊に惹かれて短期で沖縄に来て琉球舞踊を、留学生として学んだ時期がありました。その方にお話を聞いた時に、たくさんの琉舞の中でもこのカジャリ風に最も感銘を受けたとお話をしていました。このカジャリ風の歌詞は皆さんお分かりだと思いますが、急のふくらしゃやなうにじゃなたてるつぶでゆる花のつゆちゃたぐとなります。今日の喜びを何に例えることができましょうか。まるでつぼみの花が朝露を受けてパッと花開くような大いなる喜びですというのがこの春意曲、もちろんカジャリ風、他の歌詞もいろいろあるんですけれども、よく多く使われるのがこのカジャリ風の歌詞です。で、このカジャリ風の歌詞を見て直訳すると今のような形で、あ、大いなる喜びを語ってるんだなと思いますが、実はこのカジャリ風を繰り返すことの意味っていうのは、やっぱりここに大きな沖縄の文化の思いが集約されていると思います。それは沖縄の人たちがどんなことに価値観を持ったかということです。例えば人生最大の喜びだったら、つぼみの花ではなく満開の花で表現しませんか。満開の花が花開いてもうここぞとばかりに咲いてるよ、嬉しいよって言いたいのに、どうして沖縄の人たちはつぼみの花が朝露を受けてこれから開こうとしていることこそが人生最大の喜びだと語っているのでしょうか。それは沖縄の人たちが例えば十五夜も美しいけれども、
その十五夜へ向かう十三夜の月こそが最も美しいという表現があるように、沖縄の人たちは完成された完全な美よりも未完成のものがこれから完成へと向かっていく、そのことが実に美しいし尊いのだと言っているのだと思うのです。ですからカジャリ風を歌を聴いたり踊りを見たりするたびに自分の中に感動がよみがえります。で、このベラルーシから来たその舞踊家でもあり女優でもある女性がカジャリ風に最も感銘を受けたのは、沖縄の人たちというのは例えばカチャーシーもありますよね。即興的に今日の喜びをさっと踊りで表すというそういう思いもありますけれども、一方でカジャリ風のように今日が最大の喜びだって言っているのに、喜びを内面に七分貯めて三部でもって扇子舞でその喜びを表現している、抑制された美しさ、今日は大変美しい、そして感動しているという思いを本当にお腹の中に溜めながらこの扇子舞で三部を表現している、この抑制美に大変感動したとおっしゃってたんですね。ですからこれからカジャリ風を見るときは、踊る人はもちろん上手なプロの方から素人の方までいろいろいらっしゃると思いますけども、その踊りを踊ったり歌うたびに、私たちは先人たちが私たちに残した完成へと努力していく、誠の心を持ち続けていくことがどんな時にも必要なんだというメッセージを受け止めると、このカジャリ風のあり方もまた変わっていくのではないかなというふうに思います。で、この芸能に象徴されるように、実際私たちが知ってるつもりでも見たり聞いたりしていても、芸能そのものの向こう側にある世界、私たちがどこから来て今どこにいてこれからどこに行こうかとしている、この普遍的な人類の問いかけに芸能を通してその思いは見ることができるような気がします。芸能に関して言いますと、今だからこそ私は今日皆さんにカジャリ風を見ていただいたのも、心の中にこのコロナを乗り越えてこの時代を生き抜いていこうという思いを先生方に代わって表現してもらっているつもりなんです。と言いますのも、沖縄の行事にアブシバレっていうのがありますよね。若い人分かりませんか。アブシバレっていうのはですね、害虫駆除なんです。害虫駆除で殺虫剤をまけばいいのではないんですよ。昔の人たちはこのアブシバレといって、そのいわゆる害虫を葉っぱに乗せてですね、それを海に流すわけです。もう災いをしないでほしいという害虫駆除のために害虫を葉っぱに乗せて、これは古塚さんの方が詳しいと思いますけれども、乗せて、しかも食べ物を乗せるんです、この害虫たちのために。そして海に流して、どうぞここから去ってくださいというふうに表現するわけです。できたら私は芸能のアブシバレをぜひやりたい。できれば今こそ芸能で発揮してこのアブシバレができたらなというふうに思うんですね。というのは沖縄の人たちっていうのは災いというものを非常に恐れていました。ですからこの害虫もそうですが、アブシバレもそうですけれども、この天敵であるいわゆる災いをもたらすものというものを非常に不安なものとして受け止めていたんです。天然痘なども、天然痘と言わないでですね、チュラカサ、きれいなかさぶたですね、チュラカサという表現をして天然痘を一旦は受け止めるんですね。天然痘かからないようにという思いですよ。それを拒否して来るなっていうのではなくて、一旦天然痘をチュラカサとして受け止めて、なおかつ災いがこれ以上起きませんようにという思いを込めたわけです。この知恵を今の私たちも学びながら、コロナを一旦受け止めて、このコロナの時代をどう生きていくかということを考えるべきではないかなというふうに思います。外から来るもの、沖縄はその外来から外から渡ってくるものを、来る人をまれびとと呼んで迎えました。まれなる人です。外から来る人は結果的に見ると災いをもたらした人も数多くあったと私は個人的には思いますが、それでも外から海を渡ってくる人は全てまれなる人だから、その人たちはもてなしの心で、優しい心で、いちゃりは頂戴の精神で迎えようという心がありました。沖縄の観光に一番必要なのはこのまれびとを迎える発想、観光で来る人たちをもてなす、
それは媚びを売れということではありません。外から来る人たちに沖縄の文化を知ってもらう、あのテニスの大坂なおみさんが自分たちの黒人差別に対してマスクを使ってメッセージを送ったように、沖縄の私たちもまた沖縄の文化の在り方というのをさまざまな現場でそれぞれの立場で伝えることができるのではないでしょうか。今日この前前で、私は観光の専門家ではありませんけれども、でも沖縄の観光の魅力は何といっても文化にあると思いますし、その文化の主眼となるのが私は芸能であり、それから芸能にも関わる工芸であるとも思っています。今日は芸能のお話をいたしましたけれども、例えば観光の現場では、私の知り合いのお話では、例えば琉球ガラスの職人さんも解雇されたという話も聞きました。琉球ガラスはほとんど観光客に向けて作っておりますよね。でその中でやむを得ない措置とはいえクビになった方々も知っております。でも琉球ガラスは戦後生まれた新しい工芸品です。今でいうリサイクル、廃瓶を利用して、特に当時はいわゆる米軍から流れる大量の瓶、ウイスキーの瓶もそうでしょうし、コカ・コーラの瓶もそうだったと思いますが、そういうものを利用しながら新たに作った琉球ガラスだったわけですよね。今琉球ガラスはすごい進化を遂げていて、本当にアートとしても一つのジャンルを確立しています。その琉球ガラスも今大変ですし、それから私の知り合いの瓶型工房、ここも瓶型も観光客の見学も含めて本当に今これから先どうなるんだろうという不安でいっぱいだろうと思います。今度首里の方に工芸館もできますけれども、この工芸も改めて沖縄の私たちがその工芸の瓶型や、それから首里織や、あるいは工芸の中でも、例えば壺屋の焼き物であったり、そういったことの工芸の一つ一つ、琉球ガラス漆器もそうです、全てはこの那覇の町で生まれたんです。ですからこの期間に那覇市民としてこのマイマイをはじめとするさまざまな公民館がありますので、そこでもっとある意味で私たちも学ぶ、改めて那覇の文化について具体的に考え学ぶ、そういう機会をぜひ作っていくことが大事ではないかなというふうに思います。